キチャンネル。じょっ。さあ、ということで、今日は、緊急生配信。あ、生じゃない。生じゃなかった。録画です。緊急配信。ということでね、4月17日、日曜日、総チェックの前にですね、里崎、今日はテレビ東京、BS テレテのですね、ロッテ対日本ハム戦、解説に、現地、行ってきました。で、その終わった後ね、佐々木朗希投手にインタビュー受けてきました。ね。っていう中でですね、あ、今日、テレ東の夜のですね、みんなのスポーツっていう番組に生出演しますんで、ぜひご覧ください。っていうところでね、今日の試合、4月17日、ロッテ対日本ハム、ゾゾマリン、14時からの、試合でですね、結果はですね、1対0で日本ハムの勝利ということでね、日本ハムは今季初のカード勝ち越しっていうね、試合になりましたけども、この動画はですね、総チェックの別枠バージョンで、総チェック単体で、この今日の、ロッテ対日本ハム、すごかったんでね、お伝えしようと。その中でですね、今日ね、先発、ね、佐々木朗希、日本ハム上沢っていうところのね、先発になりましたけども、まあ佐々木朗希はね、前回ね、完全試合というところで、今日どうなるのかっていったところで、結果はですね、皆さんもご存知の通り、8回、102球、14奪三振、無四球、完全試合、達成まであと1イニング。でね、いうところで、交代、しましたけども、まあ、結果ね、完全試合達成はならず、まあね、完全試合を、続けている中でね、交代劇、なりましたけども、まあ、結果ね、10回表の、万波の、ピッチャー西野からのホームラン1本でね、1対0、1安打、ね、日本ハムの勝ちということで、佐々木朗希は勝ち負けつかずというところでね、まあ、このね、佐々木朗希の完全試合を止めたのは、日本ハムの打線はね、残念ながら佐々木朗希を止めることはできませんでしたけども、日本ハムの投手陣が佐々木朗希の完全試合を止めたというところでね、上沢、そして堀、ね、北山、宮西っていうね、このピッチャー、しかも佐々木朗希が投げてる間の上沢、堀がね、佐々木朗希の完全試合を止めたと言っても過言じゃないでしょう。投手陣はね、見事なピッチング。ね、日本ハム打線はちょっとね、止めれませんでしたけど、こういう止め方もあるんだなっていうことはね、新たに、知りましたね。その上沢に対してもね、まあ、7回104球、4安打8三振、1四球、1デッドボール、無失点とね、非常に素晴らしいピッチングで緩急つけながらね、この絶対に点やらないぞと、0点だったら負けないんやっていうね、気迫の投球で素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうかね。まあ、万波のね、西野がフォーク浮いたところがね、見逃すことなく、ね、いい音してね、でもあそこまで伸びるとは思わなかったですけど、興奮のね、中のホームランね、素晴らしかったんじゃないでしょうか。ロッテ打線はね、6安打打ってチャンス作るもね、もう1本出ず。まあ、やっぱりレアード・マーティンがね、不発っていうところが大きいかなと。あとはまあね、ほぼほぼね、チャンスっていうところもね、ロッテ自体もなくですね、上沢にね、まあランナー出すけども、まあ完璧にね、打ち取られたっていうね、中で。で、増田がね、変わって投げた時にですね、佐々木朗希が帰ってきた時に増田がね、佐々木朗希に声かけて、あれ何声かけてたのって聞いたらですね、まあこれも一番緊張したわってね、増田が言ってたっていうね、まあ増田もね、佐々木朗希のピッチングの後投げるっていうところは、非常にね、緊張したと思いますけどね。まあそれをなんと踏ん張って。まあでもね、日本ハムもこんな勝ち方あるんだなと。しかもですね、日本ハムファンの人には朗報ですね、里崎ですね、日本ハムの解説をするとですね、今季3戦3勝。で、テレ東で放送するときにね、解説してますけど、3戦3勝のね、勝率10割っていうところの解説になってます。ロッテファンの皆さん、すいません。ね、っていうところになってますね。さあ、ということでね、皆さんお待ちかねのね、佐々木朗希、8回、交代の謎に迫るっていうね、多分ですね、この佐々木の解説が正解です。ね。ということでね、まあ佐々木朗希ね、まあ本人もね、インタビューで答えてましたけど、まあ納得する形でね、交代したと。まあ、投げろと言われれば投げれたかもしれないけども、まあ交代をね、納得する形で交代したということをね、答えてましたけども、まあその中でね、8回102球、14奪三振。まあね、まあ、ほぼ完全試合っていうところをね、完璧なピッチングでしたけども、まあこの謎はですね、まあね、この1試合で見てる人たちは
賛否かなり分かれると思うんですよね。病のね、日本シリーズの完全試合と同じようにね、この1試合だけでもですね、これは多分ルールにのっとった交代だったと佐藤は思うんですよね。だからまあね、いろんな媒体で言ってますけどもね、1年目投げないでね、体力作りね、で去年ね、中10日以上空けて自分のコンディションを完璧にして投げていくっていうスタイルで、今年ね、一番佐々木朗希に課せられた課題っていうのは、先発ローテーションとしの投手としては必ずやり遂げなきゃいけないね、中6日でローテーションを崩さず投げていくっていう課題が今年課せられてるんですよね。だからまあ中ね、休みはあったとしても、この中ローテーションを守って、中ローテーションで投げると、どういう調整をしなきゃいけないのか、この中ローテーションのね、中6日の中での自分のコンディション作りだったりとか、リズム感だったりっていうところを、まあ先発投手としては学んでいく段階であるんですよね。まあなぜなら、やっぱ先発ローテーションが中6日でね、回れないローテーション投手とはいないわけでね。でも佐々木朗希っていうのはまだ発展途上っていうことを考えたときに、ベンチもね、そのノルマを課してると思うんですよね。今年は中6日で投げていこうと。で、その中でね、じゃあ中6日で1年間怪我なく、ローテーションを守って投げていくためには何が必要かっていうことを考えたときにですね、それは投球数を100球前後で考えようっていうね、これをが多分ベンチとしての答えだね。この中6日のローテーションを守ることがね、この100球前後っていうところがね、中6日を守るのに一番のルールとして設けてると思うんだよね。だからその開幕前に立てたね、中6日のローテーションを守るためには100球前後で変えていこうっていうルールにのっとって、まあ今日の試合ね、102球で降板。今年考えてもね、本人3月27日のね、開幕初ね、登板になった試合も86球6回投げてね、で4月3日の西武戦も8回99球で、10日のオリックス戦がね、105球っていうところで、でこの17日今日の試合もね、102球っていうところで、このルールにのっとった交代劇なんですよ。だから今日の試合だけ見るか、未来の佐々木朗希を考えるか、これがこの交代劇の一番肝な真実なんですよね。だから今日の試合、今日だけのことを考えたときに、完全試合に2試合連続なんてお前すごいやろ、お前もう誰も抜けないんだと、なんで投げ出せないんや、まだ100球2球やろっていう意見は、今日の佐々木朗希しか考えてない。ね。交代劇っていうのは、未来の佐々木朗希を、未来大きく育った佐々木朗希を取るための決断が、この交代劇。しかも、この1試合だけを考えたら、多分交代するかしないかも非常に難しい決断になったと思うんですよね。1試合だけ考えたら。でもそれは開幕前から打ち立てた、何度もね言うようですけども、中6日のローテーションを守るために佐々木朗希はどうしなきゃいけないのかっていうのをチームで考えた時に、それは100球前後の球数で1試合を交代する目安にしようと、っていうところのルールにのっとった交代が劇であれば、それに沿ったものなんでね、そこまで難しい判断にならなくね、それを遂行しただけではないでしょうか。まあこれからね、多くの解説者とか多くのメディアで多分ね、このいろんなこのね、完全試合ね、2試合連続完全試合途中のね、交代劇についていろんなね、意見が飛び交うと思いますけども、多分これがね、本当に真実だと思う。やっぱり中6日をね、ローテーション守って、で、これ今、ホップ、ステップ、ジャンプのね、ステップの段階だから、この佐々木朗希っていうのは、先発ローテーション投手としてやらなきゃいけない、中6日のローテーションを守るっていうステップの段階、まだ発展途上。これが今年1年完成すれば、次にジャンプっていう形のね、どこまでジャンプするんや、みたいなね、感じになると思いますけども、そういったところがね、見えてくるピッチングになってくるのがね、まあ、喜ばしいことであって、今日だけじゃないっていう交代劇がね、この交代になった、まあそのね、育成システムっていうのをしっかり作った上で、そのルールのもと乗っ取って、この交代劇をした、まあベンチの決断、そして本人の決断っていうところは素晴らしいと思いますし、そして何よりもね、こういうのが話題になること自体がすごい。
まあ、日本ハム打線もね、本当に引っ張ってファールっていうのがね、ストレートなくて、ほぼ振り遅れた状態で立ってるんで、まあ、オリックス、日本ハムと2チーム続けて、このね、ほぼ完全試合のピッチングをする佐々木朗希、ね、次回、ね、またどういうピッチングをするのかね、皆さんもかなり楽しみになると思いますけども、ね、次回はね、ロッテ打線の人、早めにね、得点を取ってあげてください。ね、でも今日はね、本当に素晴らしいピッチングを見れましたしね、今の佐々木朗希を見ず、ね、だから、未来の佐々木朗希をしっかりみんなで見ていこうということをね考えれば今日のね交代劇っていうのはやっぱり中6日を守っていくためには必要な交代劇判断だったと思います。ということで今日も素晴らしい試合が見れました。総チェックの中のこの1試合だけをギューッとまとめて佐々木朗希8回交代の謎里崎論をお送りしました。それでは皆さん明日の総チェックも忘れずによろしくお願いします。